はい、中田です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はブルーベリーレアチーズケーキを作っていきたいと思います。ママに誕生日ケーキとしてリクエストしました。混ぜて冷やすだけなので皆さんもぜひ試してみてください。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をお願いします。では本編スタート。中田村の暮らし。いただきまーす。いただきまーす。おめでとうございます。おめでとうございます。ハッピーバースデー。俺おーすごい上手。ブルーベリーレアチーズケーキ、うまっ。おいしい。甘さがくどくなくてブルーベリーの酸味が効いてるね、うん、クッキーも甘くなくていいね。全体的に砂糖控えめにしてみた。ちょうどいい。このクッキー生地がやっぱ結構好きだね。ちょっと崩れちゃうね。バターが少なかったから、うん、混ぜて冷やすだけだもんね。嬉しい。ろうそくないけど、うん、サイズもちょうどよくて1日で食べれる。2人で食べるんだったらちょうどいいよね。うん、このサイズね。12センチ型4号か。このブルーベリーのフレッシュさがいいね。これ冷凍のやつをなんかジャムかなんかにしたの。あ、そうそうそう、ブルーベリージャムっていうかソースみたいな。そうそう、うん、砂糖とレモン汁入れてチンするだけみたいな。なんかたまに塊みたいなのが当たったらすごい美味しい。この身の粒、木の打ちどころがないわ。よかった。これは改善点なし。よし、絶妙だよな、ほんと酸味と甘みが。はい、ごちそうさまでした。ぜひ皆さんも試してみてください。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価ぜひお願いします。またねー。チャンネル登録をチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録